皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は視聴者さんから質問いただきましたので動画を作ります。イエーイ。ごめんなさいね、ちょっと私病院帰りで最近あんまり体調が良くなくて、まあ、こんな感じでマスクしちゃってるんですけども、今回は急遽動画をなんか撮らなきゃやばいんじゃないかっていうぐらい重たい相談メールが来たんで、マスクつけたままですが今回このような形でやらさせていただきます。申し訳ございません。早速読んでいきます。カノンさんはじめまして。性別トーク中心によく動画を見てます。カノンさんに相談というより助けてほしい意味で今書き込んでます。私もカノンさんと同じく元男の子と呼ばれる人間ですが、そんな充実した人生は送ってません。見た目に対してのコンプレックスが強く、アルバイトすらできない状態ですし、親や友達にも相談できず、学校も全く行けてない状態です。いっそのこと死んでしまおうと手首を傷つけたり、今はその後遺症で左手が麻痺してほとんどダメになってしまい、もうなんだろうって。カノンさんはいいですよね。私みたいなタイプとは違って、なんか性別を商売道具に使ってとても余裕があるように見えます。すごくリスペクトしてるつもりですが、なんだかカノンさん見てると辛くなります。本当どうしたらいいんですかねっていうことなんですけども、まずこの私が文章読んで感じた印象は、甘い、甘すぎるって思っちゃいます。性別変えるってもう並大抵の努力でもできないぐらいの境地なんですよ。だって生まれてきた性別から反対の方に行くじゃないですか、まあ、社会的役割と、あと生物学上は無理でも、もうほとんどの部分が女性として変わるから、やってることがもうよく分かんない状態な感じなんですよ。自分でもあんまり分かってないし、そんぐらいの境地を私たちやってるんです。この方はなんか自分がやりたいことを先取りしちゃってるから、こうやって歯車が噛み合わないんじゃないんですか。私もそうですけども、昔の写真こんな感じですよ。もう、まあ、女として生きるのであればだいぶブスですよ。だってブスだったら整形して変わればいいじゃないって思っちゃうんです。そうじゃないと自分の気持ちって保てないと思うんで、だったらブスだったらブスなりに努力しろよって私は思いますね。私もこの男時代の姿で、まあ女装したことあるんですけども、かなり醜かったんですよ。あ、もうこんなんじゃ私は社会に出たら周りにも迷惑かけちゃうと思ったんです。だってどんなに心が自分女ですって言っても、見た目が男だったら周りの人に受け入れてもらいがたいと思うんですよね。なんだろうな、人にその自分の価値観っていうか、それを押し付けるっていうのは良くないと思ってて、まず周りの人を変えたいんだったら自分が変わるっていうことがすごい大切だと思います。人は見た目が9割っていう、まあ、ちょっと残酷ではあるんですけども、本当にそうだと思ってて、よくニュースとかでなんか、私は心が女ですけども見た目が男でも女子部屋に入らせてくださいみたいな抗議してる方いるじゃないですか。もうそんなのね、自分のただのわがままを人に押し付けてるだけじゃないかと私は思っちゃうタイプなんですよ。だったらもう整形してでも女の見た目になって、自分が変わってから女子部屋入るよって私はすごい思うんですね。だからまずこの方はなんか自分がその女らしくなる前に、まず土台をしっかりと固めてから今のこのやりたい本当のことをやればいいじゃないかって思います。ちょっと言い方きつくなってごめんなさいね。私もこの方と同じような状況に、まあ、近いっちゃ近い部分があったんですけども、何が違うかっていうと、一度も引きこもったことがありません。もう一切それはなかった。もう心の中ではやっぱり自分は将来女になってこう生きていくんだって強い信念があったから、もう今女になるための準備としてこの出っ歯を手術をするために100万円を男として貯めようと思って、だから男の状態で私はずっとアルバイトしてたんですよ。それも羨ましいと思いまして、早く周りの女子たちと同じようにこういう服着たいとか化粧したいとか思ってましたけど、もうそんなことを言ってちゃ私は絶対一生女に、まあ、認めてもらえないだろうなと思ったから、まずはもう出っ歯を治すために100万円貯めてやろうと思って、で男の時に普通に「居酒屋行くんすか!」とか、もうそういうことやってましたよ。辛かったけど。で私は20歳の時に手術をしました。まあ今こういう感じであるんですけども、そんぐらいしてもまだ私は自分のその顔面っていう部分にあまり満足してないんですよ。だからもうほんとそんな感じなんですよ。性別変えるって自分との戦いっていうか、そしてこの方の文章で、いっそのこと死んでしまうと手首を傷つけたりって、もう絶対ダメ。なんでそんなことしちゃうんですか。傷つけたって何にもなんないですよ。で本当は死にたくないんじゃないですか。誰かに気づいてほしいからこうやって傷つけたんじゃないですか。本当に傷つけたかったらこういうんじゃなくて、もうガーっていくんじゃないんですか。
だから誰かに助けてほしいんだったら、まずはもう本当に今の状況から抜け出すための、例えばまあこの方で言うと整形をしたりとか、そのぐらいの努力はしないとダメですよ。ただこの方が言ってることは分からなくはないなって思ってて、私も一時期もう本当街歩くのも嫌だなって思った時期ありました。女の姿になったのに、なんか街であいつオカマだろって言われてる気がして、もう本当に常に道歩くとき下を向いて歩いてたりとか、そういうことはあったんですけども、じゃあなぜ今こうやって、まあ、ある程度堂々として生きてるわけですよ。そんな風になったきっかけは、一回傷ついたからっていうのがありますね。傷ついたきっかけは、私が昔やってたテレビ番組にいろんなすごい綺麗な芸能人の方がいらしてて、その真横に私も並ぶわけですよ。もうある意味公開処刑で、あーもう自分ってこんなレベルなんだなみたいな感じで、逆に開き直れたのがきっかけですね。でもこんな状態でも周りは女としてこう、まあ、見ていただけてるからいいんじゃないのって思って、そっから自分に余裕が出ました。もうそれまで本当にもう辛かったですよ。まあ、表には出さないけども自分の心の中では本当に辛くて、なんかもうカメラも嫌いになるぐらいのレベルで、まあ、その時の時期にちょうど私は YouTube をお休みしたりとかして、そういうこともありました。でこの方が書いてある、なんか性別を商売道具に使ってとても余裕があるように見えますって書いてるんですけども、こんなね他人を批判じゃダメなんですよ。性別を変えるっていうのはもう自分自身との戦いだと思ってて、もうこれは一生だと思うんですよね。いかに自分に厳しく、そして認めてあげれるかが大切だと思ってて、私は人と比べたらもう終わりがないように思っちゃうんですよ。だって本当に綺麗な人なんてもう5万といるじゃないですか。でもその人たちってそれなりに自分のその価値観を持って生きてるわけじゃないですか。だから他人は他人、自分は自分と思って私は生きるようにしてます。私みたいなこんな人間が街で歩いたら分かんないですよ。誰かが あいつオカマだろうって絶対思ってるかもしれないし、でもそんなこと気にしてたってもうしょうがないじゃないですか。もう自分の中でのそのゴールみたいなの決めて、ある程度ここまで行ったらもういいやって思えるようにしてます。それ嫌ですよ、本当に。私だってもう顔のコンプレックスっていくらだってあるし、なんか顎が長いとかたまに言われますけど、なんか顎長いイコールその男の部分みたいな感じで私はちょっと思っちゃってることがあって、昔から顎は長いんで、ただもうそれ気にしたってもう骨だし仕方ないじゃん。だったら他にどっかの部分をなんか際立たせて、なんか目立たないようにするとか、まあでも極論は手術しちゃえばいいと思うんですけどね。私は手術に対して何の抵抗とかもなくて、もうブスで一生困るんだったら今のうちに手術して楽になっちゃえばいいじゃんって思うんですよ。だってまあ20代だと思うんですけど、私も20代で、あともし人生が60年あったとしたら、60年今のこのコンプレックスの生きていくなと思ってもさっさと手術100万払って手術しちゃえばいいじゃんって思うんですよ。もうがむしゃらにお金貯めてもう手術したいいんですよ。よくそのなんかあの人は可愛くていいねって言ってる人ほどなんかもう私は醜いなって思っちゃって、だったらそういう風になれるようにお金貯めればいいじゃんって話。ちょっと口悪くなっちゃいましたが、今回私が思ってることをビシッと言わさせていただきました。今回の内容、なんかもしかしたら炎上するかもしれないか、ちょっと私怖いんですけども、でも私が言えることは言ったつもりです。性別変えるっていうのは本当に大変なことで、そんな安易に手出したら苦しみます。もう私の周りにも何人も自殺した人がいて、やっぱり自分のこの顔の部分が受け入れられないとか、体のことがこうだとか、わかんないですよ。まあ、私が言うこの整形論とかわかんないけども、お金かければもう解決できるじゃんって私は思っちゃうタイプですけども、そうじゃない心のどっかの部分があるのであれば、私のこの言ってる理論っていうか、それはちょっと通用しないんですけども、顔とかで悩んでるのであればさっさと手術しちゃえばいいじゃんって思っちゃいます。私だってしたいですよ。なんか頭がでかいとか顎がでかいとか、頬骨が張ってるとか、もうすっともう私もお金1000万あったら手術しちゃいたいですよ。しますよそのぐらいっていう感じです。ごめんなさい、もうこんな感じでまとまりないんですけども、今回私が伝えたいことを言いました。さっきも言ったか。はい、終わり。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かなの秘密箱は画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録してください。また次の動画でお会いしましょう。声が